久保さん。久保さんからもらったやつですね。僕ね、3、4のね、あのね、でかいケツがいいんですよ。あの丸が。3、2と3、3よりでかいんですよ。あの、テールランプが。あのね、テールランプがね、ロケットみたいな感じで、あの、ロケットみたいな感じなんですね。今、今の原稿3、5もちっちゃいんですよ。まあ、ちょっと大きいか。でも、3、4が一番でかいと思います。あのなんかね、ロケットボーンみたいな。<laughs> 子供かっていうね。 まあでもね、僕はあの、GTR マガジンっていうね、この18歳の時に読んでて、一目惚れしてね、これ将来乗りたいな、みたいなね。これ乗りたい、みたいな。ずっと思ってたわけですよ。で、それから20なん、20年ぐらい経ってからか、まあ、3、4オーナーになれたんですけど、まあ人生って何あるかわかんないですね。 で、今、今、3、4オーナーになるってったらね、何千万払わないといけないですからね、今、本当に爆上げしてるんで、多分まあ、今後、あと5年、10年経ったら、4千万とかなるかもしれないですね。今まあ、3千万台の出てますけど、あ状態が良ければ4千万とかね、多分なるでしょうね。だって、20万キロ走ってるので2千万ついてるんで、<laughs> 異様ですよね。20万キロで僕、2千万はね、ビビりましたけどね、<laughs> 異様だな、みたいな。 尋常じゃないですよねうんまあ今回価値のお話をしようと思うんですけど、人それぞれね、価値って違うんですよ。価値ってね。で、僕、あの久保さんのその、今日朝音楽を聴いてたんですけど、その音楽が、あのまあ、この YouTube のちょっと下に入れておきます。お坊さんがね、すごいですよ、久保さん。今ね、お坊さんがお経をね、お経を 4KPV にして歌ってるんですよ。で あのこの人前、アマゾンミュージックでもあって、僕、聞いてたんですよ。で、YouTube でも知ってて、で、なんか、総集編みたいなのが、たまたま出てきて、今日朝、聞いてたんですけど、めっちゃ映像も綺麗だし、まあ、これ、お坊さんがね、なー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 っつってね、で、なんか、マイクでこうやってるやつなんですけど、<laughs> いいなーみたいな。でもね、これ、年をとって、若い時ね、こんなお坊さんのお経、僕、宗教にどこも入ってないんですよ。 どこも入ってないんだけど、このお坊さんのこのしゅ、なんだ、この、なん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 っていうのも、なんかね、心地よく聞,聞けるようになったんですよ。すごいな、みたいな。ね。だから、まあさっきそのインスタグラムでもうストーリー投稿したんですけど、年を重ねると、多くの価値に気づけるっていう。だから、若い時は気づけなかったけど、例えば、年を取ってね、山を見たときに、あ綺麗だなと。若い時はね、都会と。 花の街都会みたいな感じじゃないですか。でもなあの年取るとなんか自然を見るとね価値を感じるとかね。だから年を重ねるって実は価値に大きい,いろんなものに気づけるからいいことなんじゃないかなって思えるようになってきましたね最近。なんか人生の賞味期限を意識した時に一日の濃さも濃いし若い時よりかは。であとは年を重ねたことによっていろんなものに価値をこう感じれるようになってきたっていうところで。 か年かす、取るっていうのはすごくいいことなのかなっていう最近思うようになりましたね。まあでも、まあどん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 時間なくなっていくわけなんですけど、ただ、すごくいいですね。か今が一番僕は本当にいいですね。すごい満ち、満ちてますね。いろんな部分で。まあ人生の賞味期限もすごく感じて一日生きてるし、まあ年重ねた分いろんな価値をね、あの分かる理解できるようになってきたし、だからなんだろうな。 かいろんな価値をね、えー、感じる感じれるようになるっていうのは非常にいいことなんじゃないかなと思いますねうん例えば絵に僕もね例えば絵,絵に興味そんなないんだけども多分今見たらその絵の価値っていうのが分かるだろうしうん,なんあのピカソのかピえ、ね、1億円払わないけどもピカソの絵を見た時にあ価値を感じれるかもしれないしブリキのおもちゃを見た時に価値をかまあ 興味はないけど、価値は感じれるようになったかなとは思います。いろんなものにその感じれるようになったっていう。それは年を重ねたからかなと思いますけどね。ただ、年を重ねても価値を感じれないんであるならば、それは生きづらいんじゃないかなっていう。価値を感じなくて、年を重ねて価値を否定する人ですね。<laughs> 価値に、価値を感じれる人なのか、価値を否定する人なのか、これで多分人生の豊かさっていうところは、多分、 多分ここななんじゃないですかねクさん人生の豊かさってより多くの価値を感じれる人なのか豊かに生きれない人っていうのは価値を否定する人なのかこれなんじゃないかないってらっしゃい。